ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集長の山下です。7日にインカレが終わり、男子は愛知工業大学、女子は筑波大学の優勝が決まりました。今回の動画では男子3位となった専修大学のコメントを紹介します。3年連続ベスト16と悔しい思いをしていた専修大学はまたしても第2シード明治大学と8決定戦という厳しい組み合わせとなりました。しかし1年生の玉里選手や4年生の野田選手の活躍もあり、明治大学を撃破すると勢いそのままに早稲田大学も破りベスト4進出。準決勝では日本大学に挑むも惜しくも敗れベスト4入賞となりました。準決勝の試合後に4年生主将の野田選手とレギュラーで活躍した木塚選手、玉里選手にコメントをいただきました。お疲れ様です。さっきの試合はどうでしたか？まあ、真っ向勝負のオーダーでいこうっていう監督と話して1年生2人昨日と同じで試合させて、後半もあれば勝負ってところで3で負けちゃったんですけど、やることやったかなって感じで悔いはない感じですね。最初に出た試合についてはどうですか？1番ということで特攻隊長を任されてチームに勢いづけたかったって気持ちが強かったんですけど、まあ、負けてしまって悔しい思いをしたので大変頑張ってきます。2番の試合は自分とタマリで1本取ってダブルスって後半に回すっていうことで勝ってきたんですけど、今大会は全然自分が足引っ張るばかりで活躍できなかったので、今回のインカレを経験にして次来年と投げていきたいと思います。ダブルスはどうやったんですか？関東学生で自分がちょっとめちゃくちゃしちゃって決勝戦で負けちゃったんで、そのダブルスに今回勝つことができて、その後バスターも勝つことができたので、そこは自信には繋がりました。で、日大戦はちょっと悔いが残るというか、ダブルスに関してはすごかったですね。僕らの弱いところを完全に疲れてっていうので、もう本当に実力負けってところです。どうでしたか最後のインカレは？新チームになってから自分がキャプテンになってずっとインカレ優勝っていうのを言い続けてきて、で実際、まあ、3位っていう結果で終わってしまって、悔しい気持ちっていうのはもちろんあって、僕が1年入ってちょっと16、3年間行ってた中で、昨日の明治戦と早稲田戦を、まあ、自分が2本取ってそこの乗り越えられたっていうのは、まあ、少しはチームに恩返しできたかなっていう気持ちはあります。逆に初めてのインカレはどうでしたか？最初はすごい緊張して、まあ、リーグ戦の一発目とかすごい手震えてたんですけど、試合していくうちにベンチが高くて先輩方もニコニコしてくれてたので、すごい試合やりやすい雰囲気にしてくれて、そういった先輩方のおかげで思い切ったプレーができたので嬉しかったし、いい経験できたと思います。あれ団体デビューだったんですか？そうですね。あ、リーグ戦はちょっと控え回ってたんですけど、大学の初団体っていうのですごい緊張したし、すごい、まあ、役目任されたんですけど、いいプレーできたかなと思います。確かに初めてとは思えないような。そうですね、良かったです。好プレーばっかり。珍しいです。どうですか初インカレは？初インカレは自分的にはちょっと不発で終わったなって感じです。ダブルスはちゃんと取るとこは取れたんで、それは良かったことだし、タマリが取ってくれたり自分が取ったり2人で支え合って、で後半に回したら、まあ、先輩2人がいるっていう安心感があったので、ダブルスとかも伸び伸びできたので。後輩に向けて来年のインカレ頑張れ的なやつはないですか？なんか僕がキャプテンでは優勝させれなかったので、来年キャプテン誰になるか分かんないけど、木塚たまりが中心になって引っ張っていけるぐらい、まあ、今年最後準決勝で経験もしたし、そういう経験を悔しさを胸にこの2人中心でチーム引っ張っていって優勝を目指して頑張ってもらえたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。野田選手、木塚選手、玉里選手、コメントご協力ありがとうございました。実は専修大学の男子には潜入取材に行っておりませんでしたので、夏頃に取材させていただく予定です。タレント揃いで層の厚い専修大学の秋リーグでの活躍も楽しみです。現在ラリーズではキャリア支援サービス卓球人.comを運営し、
学生選手を含む皆さんの進路選択をサポートしております。 ES 添削や面接練習なども行っておりますので、進路に迷っている学生プレイヤーの皆さん、ぜひ概要欄の LINE から登録してご相談ください。ご視聴ありがとうございました。 Rallies